そういうのやな、まあ、1回だけど、3回の高いしさ、見えてるんだろ、あ、全然ちゃうと思うよ。2回目をやります、よろしくお願いします。そうですね、1曲目はあのジャズをやります、あのジャズをやりますけど、ジャズをやってるんですけど、ずっと、大好きなあのピアニストです、バド・パウエルという、ピアニストの曲をやります、バウンシング・ビーバーをお届けします。Thank you.
見に来ていただいて、でね、我々もこう練習してるんですけれども、こんなヒートアップしてやんないわけですよ。ね、で、まあ、練習ですから、練習時のこういろいろ確認しながら、やってるんですけど、もうなんかどん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 ね、ヒートアップしていくから、もうなんかね、いいぞもっとやれみたいな感じです。これはね、でも本当にね、分かるかな、これね、これは皆さんのおかげなんです、本当に。だから我々3人でやってるからそうなるんじゃなくて、こうやって見てくださっている、それによって、まあ、こっちも、なんでしょうね、これ、よくも悪くもですけれども、いいところを見せたいような気持ちが出てきたりとかですね、まあ、ちょっとこうね、ちょっといちびってみるというかですね、そういうところが出てきますから。こんな早くなるって聞いてねえよみたいなね。いいよ。最後必死だよ。早くもういいだよ。で、こういうのがね、いいんですよ。こういうのがライブの、こういうのがライブの楽しみなんです。これを、ね、言ってきますけどね、CD とかで今日そろそろ後でまたちょっと説明し紹介しますけど、 CD とかやってる時にレコーディングってあるんですね。でレコーディングの時っていうのはこうはならないんです。なぜならば誰も見ていないからですよ。ディレクターの方とかエンジニアの方とか見てるんですけれども、関係がいてこうやるためにわーいとかなるわけじゃないので、黙々とやるんですね。もうそれでね、やってるんですけれども、こうやって聞いてくださった方がわーいとかなってくださるんですね。それ以上にですね、こっちがわーいとなるわけですね。早くなるもん、それもよし、それもよし、ということです。
ちょっとじゃあそしたら落ち着いた曲と、そうないか、2曲やります、続けてやります、まあそうですね、これもまたどっかでゆっくり、お話しますけど、一番そうですね、まあ、そうだな、ちょっとだけ喋りますけど、ね、ちょっとまあ、ご存知の方は、結構いらっしゃるかもしれないんですが、実は彼女、市川彩乃さんのお父さんというのが、市川治さんとい うピアニストでした。2006年に、亡くなりましたけれども、僕の先生です。ピアノの先生です。先生の娘と今バンドやってるんですけど、なんかね、変な感じまあ、まあ、いいかそれもな。で、まあ、なんですけれども、で非常に彼から、もう人生で多分一番影響を受けた、人が彼女のお父さん、なんですけれども、その彼が亡くなった後に、まあ、いろんな出会いがあった中で、その後、僕にやはりものすごく大きな影響をもたらした、ピアニストがもう一人いまして、南アフリカの、ピアニストです。アブドゥーライ・ブラヒムという、ピアニストなんですけれども、本当に彼からいつもいろんなことをこう学ばせていただいて、で彼の音楽に、なんかしんどい時も助けられてというのが あるので、僕にとってはその、彼女のお父さんと同様に非常に特別なピアニストがアブドゥーライ・ブラヒムなんですけれども、彼の曲を言います、マラパブルーという曲で、僕やったことなかったんですけど、鶴岡君がやろうよって言ってくれて、うん、じゃあやってみようということで、やります。アブドゥーライ・ブラヒムのマラパブルーという曲、それと2曲続けてやります。アルゼンチンのフォルクローレの作曲家ですけれども、アタウアルパ・ユパンキという人がいますけれども、その人の書いた、ヨレカント・アラルナ、ルナ・トゥクマナ、トゥクマンの月という放題がついています。その曲を2曲続けてお届けいたします。
Thank you.
スライダーも、アガブルという曲と、アタガルパユパンキのトクマンの月を2曲届けるお届けしました。久しぶりにこんなガンガンピアノ弾いたのなんか、そうですね、そうちょっとそうだ CD の紹介しとこう。まあ一人で、僕がやったやつが2枚、そこにあります。で、1枚は去年出したやつだ。でもう1枚は2015年とかだいぶ前ですよね。出したやつ、ソロピアノのアルバム2枚持ってきてますんで、よかったら、終わった時に声かけてください。ありますんで。青いグッドマウンが、ルテっていう新しいやつで2500円です。で、もう一個のセルフエクスプレッションっていうのが2000円です。で、それと、鶴賀くんが、最近レコーディングしたみたいで、CD を今日1枚持ってきてくれてて、これのバンドのやつだよね。うん。で、オリジナルやってるんだよな、これ。オリジナルの曲。オリジナルの曲と、あとは、スタンダード。うん。カルテ、クイテとか、うん、5人で。やってるやつです。で、さっき見せてもらったんですけど、もう最近ひどくてね、ちっちゃい字が見えない病気になってきました。違う、もういいんだよ。そう、いい。メガネを外すと見えるんですよ。メガネを外すと見えるんですけど、ちっちゃい字が見えなくて、なんて書いてあるのは、だからですね、見てましたけど、それも、いくら、あれ。2000円です。これも終わってから、それだけいただければと思います。で、それとですね、皆さん の机のところに、テーブルのところに、次回と、次回5月と、7月と9月の、我々のライブのチラシを置かせていただきましたので、よかったらそちらも、ご興味ありましたら、来ていただければと思うんですけれども、で、それちょっとここじゃないところなんですけど、ここもですね、今日、次回の募金が決まりまして、11月26日、土曜日です、の、昼にやります。2時からですね、11月26日土曜日の、2時からやりますんで、よかったらお越しいただければと思います。その、大体ね、まあ、奇数月の最後の土日にやってると、どっかでやってるというふうに、覚えていただければと思うんですけれども、でね、チラシのところになんかQR コードみたいなのが入ってるんですけど、それ読むと、僕がこの間作ったこのトリオのためのスケジュールをこう載せたりするブログがあるので、そちらに、細かいスケジュールを書いてあります。よかったら、見てやってください。あと、じゃあ2曲いきます。あと2曲いきます。もう、なんて言うんですか、こう、ヒットポイントがもう残り少なくなってきてるので、最後全力で、演じ切りたいと思いますんで、今の感じとはまたちょっと違うタイプの体力を使う曲を一曲をお届けします。すごい好きな、女性ピアニストで、カーラ・ブレイというピアニストがいるんですけれども、彼女の書いた、曲です、ローンズという曲をお届けします。
ね、いいっすね、僕やっぱり東京でずっとやってるんで今
関西無理だな、これ好きだな帰ってくるじゃないよ、ね、毎回じゃなくてもいいかな、たまにこの子来てもらってありがとうございます。もう、もう嬉しいです、すごくあのこうやって見に来ていただけて嬉しいですし、で先ほども、言いましたけど、こうやって皆さんのおかげで、我々の演奏が変わっていくんですよ実際。無観客でやったらこれ演奏の中身全く変わるからね、うん、変わるよ。あの本当にお客さんがこうやっていらっしゃっていただけて、それのおかげで変わります。でね、まあ、あの皆さんも本当に、この数年はコロナのあれで、ずっと大変だったと思います。で我々、ね、ミュージシャンも、まあ、仕事が本当になくなりまして、ね、本当になくなりましたね。もう演奏の仕事もない、レッスンの仕事もない、レコーディングも、まあ、営業の仕事もなんか全然なくなって、あ、参ったなみたいになって、でどうしようかなってなった時に、やっぱりもう、もうこれしかないので、これしかやってきていないので、ずっともうひたすらこう、ピアノに向かい合って、もう一日ずっと練習して、でそうなってくると、本当にこうやってまた、こう、門が開けたじゃない、なんていうのかな、このコロナ禍が開けて、門が開けて、なんていうのかね、こう。でこうやって演奏させていただけるということに本当に以前にも増して、なんていうのかこうありがたいというかね、すごく一個一個の演奏に対して、特別な気持ちでなんか臨むようになりました。だからそういう意味ではすごく実は僕は個人的にはコロナには感謝しております。こういう社会が、まあ、変遷して変わっていったことによって、それによって、まあ僕自身がその音楽に対してこう向き合い方がやっぱり、変わってきたので、こうやって今日素晴らしいメンバーと、そして、素晴らしいお客さんの前で演奏させていただきたことを、本当に心からよろしくお願いします。本日のお客様はドラマー北山です。今日は皆さんピースガレットのカントリーという曲をお届けいたします。僕もね、ふるさと京都に、帰ってきましたという意味で、カントリーという曲をやらせていただきます。
決めるのが嫌いなんです。アンコールの曲はあらかじめ決めたくないんですよ。っていうのはなぜかというと、それ決めてやるんだったら、その何ていうの、本番のセットリストの中に入れなさいよという。でもし来なかったらどうする、やんないのみたいなことになるし、でなんかこう用意しとくっていうのが何ていうんですかね、こう何かね、最後にやんなさいよって言われる、やだなっていう。ということで、なんかやりますね。Thank you.